私は週に数回、近所のスーパーでパートをしている主婦です。パートを始めて3ヶ月になりますが、社員や店長もとてもよくしてくれ、楽しくパートをしていました。夫は仕事柄出張が多いのですが、私にも子供にも無関心でした。私と夫は友人の紹介で知り合ったのですが、交際していくうちにお互い仕事も忙しくなり、すれ違う日々で会うたびに喧嘩をするようになり、別れ話が出た矢先、私の妊娠が発覚したのです。夫は子供が嫌いだったらしく悩んでいたようですが、周囲の圧力に負け、しぶしぶ結婚を承諾し、今に至ります。そんなことがあり、私たち夫婦は結婚した当初から会話もあまりなく、仮面夫婦として過ごしてきたのです。その時に授かった息子も、今では小学校高学年になり、明るく元気に育ってくれています。子供が生まれてからはずっと専業主婦をしていたのですが、家事の時間にも余裕ができたことから、私はパートを始めたのでした。パートを始めたことは、家族と親しい友人にしか教えていなかったのですが、義姉がどこからかそれを聞きつけ、なんと私と同じスーパーにパートとして入ってきたのでした。私は義姉が苦手だったので、そのことに驚いてしまいました。義姉のところには私と同い年の子がおり、小学校も同じことから最初は仲良くしていたのですが、あることがきっかけで状況が変わったのでした。ある日、私の家でお茶をしていた時のことです。その服かわいい。どこで買ったの？ネットショッピングなんですけど、安かったんです。いいな。他にもあるの？いくつか買ったんですけど、私に似合わないやつがあって、よかったらお姉さんもらってくれませんか？本当に？いいの？嬉しいな。ありがとう。このやりとりをした後から、義姉はやたらと私に物を貸してというようになったのでした。そして家に来るたびに私の化粧品や服、アクセサリーなど勝手に持って帰るようになったのです。これ借りるね。ほとんどは帰ってこないのですが、物によっては返してくれることもあるものの、汚れていたり壊されて帰ってくるのでした。私も言えばよかったのですが、子供たちが同じ学校で仲が良かったことから、大ごとにはしたくなかったのです。しかし、こんなことが日常茶飯事になり、耐えきれなくなった私は、次第に義姉と距離を置くようになったのです。それ以来、あまり家を行き来することもなかったのですが、まさか私のパート先に義姉が入ってくるなんて思いもしませんでした。あなたがここで働いてるって聞いて、私もここでパートすることにしたの。これからよろしくね。そうなんですね。悩んだ末、私は店長にすべて話し謝罪した上で、義姉となるべくシフトが被らないように調整してもらうことにしたのです。店長も理解してくれ、私の要望を快く承諾してくれました。店長のおかげで職場で義姉と会うことはなかったのですが、ある日、義姉がうちに押しかけてきたのでした。私、これから用事があるんで、すみませんけど。そうなの？でも少しだけならいいでしょ？すぐに帰るからちょっとだけお茶しようよ。一度は断ったものの、義姉は全く引かず、仕方がなく義姉を家にあげてしまいました。長居するかと思ったのですが、義姉は本当に1時間もしないうちに帰っていったのです。ところが夜になり、
私が化粧水を使おうとすると、買ったばかりのはずなのに、それが見当たらなかったのです。さらに、他の化粧品もなくなっており、昼間に来た技師の仕業だとすぐに確信しました。私はすぐに技師に電話をかけ確かめました。貸してって言ったじゃない。聞こえてなかった?ごめんね、すぐに返すから。そう言って技師は一方的に電話を切ってしまいました。夫にも相談しましたが、全く相手にしてくれませんでした。俺にどうしろって言うんだよ。自分で何とかしろよな。そんな夫の言葉に腹が立ち、私は言われた通り自分で何とかすることにしました。翌日、私は義士に家族揃ってみんなで食事をしないかと提案しました。義士は私からの提案に喜び、週末、義士の家で食事をすることになったのです。週末、私は息子と一緒に義士の家を訪れました。夫は仕事が入って私と息子だけですが、そうなの、残念ね。とにかく上がって。義士は私たちを笑顔で出迎えてくれました。いらっしゃい。ゆっくりしていってくださいね。最初は普通に会話をしながら楽しんでいましたが、しばらくして私はある行動に出ました。そうだ、お姉さん、そろそろ私の化粧品返してもらえませんか?勝手に持って行ったやつありますよね。あれ、まだ新品だったんですよ。え?勝手に?それって泥棒じゃないか。違うわよ。私はちょっと借りただけで、別に盗んだわけじゃないわよ。恥ずかしいことするなよ。二人は口論になり、困り果てた義士は私にすがってきました。私貸してって言ったわよね。盗んでなんかないわよね。私は返事をせず、義士に冷たい視線を向けました。すると次の瞬間、食事をしていた息子が突然口を開きました。僕見たよ。おばさんがママの化粧品を勝手にバッグに入れるところ。あと、おばさんは僕の部屋からもおもちゃとか文房具勝手に持って行ってるよね。僕も返してほしいんだけど。息子の言葉に義士は顔面蒼白になっていました。私も息子の発言には驚きましたが、心の中でいい気味だと思ってしまいました。義士の夫は激怒し、義士に言い放ちました。今すぐ盗んだもの全部持ってきて返せ。普段おとなしい義士の夫でしたが、すごい剣幕で義士を怒鳴りつけ、義士も驚いている様子で慌てて部屋へと入っていきました。あいつがそんなことしてたなんて、知らなかったとはいえ迷惑かけて申し訳ない。汚したり壊したりしてたらちゃんと弁償させるから。義士の夫は私に頭を下げてきました。お兄さんは何も悪くありません。謝らないでください。ありがとう。本当になんて言ったらいいか。そんな会話をしていると、義士が両手いっぱいに荷物を持って戻ってきました。そして私をにらみつけながらそれを投げつけてきたのです。そんな義士の態度に怒りがこみ上げてきた私は、義士の夫と相談し、すべて弁償させることにしました。家に帰るとすでに夫は帰宅しており、食事の支度を済ませてから、今日のことを夫にもすべて報告しました。夫は空返事でしたが、想定内ではあったものの、私は話を続けました。そうなんだ。全く聞く耳を持たない夫の態度に、私は決意が固まりました。ちゃんと聞いて。
私が大声を上げると、夫は驚いて私の方を見てきました。今回のことで私、いろいろと考えたの。あなたにも愛想がつきました。そう言って、私は離婚届を夫に差し出しました。これ以上あなたとはやっていけません。はあ？何これ？何の冗談？私が本気だとは思っていないのか、離婚届を見ても夫は鼻で笑っていました。そんな夫を相手にはせず、私は無言で荷造りをして家を出ました。息子はすでに実家に預けていたのですが、夫は息子がいないことすら気づいていないようでした。夫が仮面夫婦を続けている理由は、世間体を気にして離婚を避けているからだと私は知っていました。私はそのまま実家に帰り、両親に状況を説明しました。私の話を聞いた両親は憤慨し、離婚に賛成してくれました。携帯を見ると、夫と義姉から何件もの着信が入っていましたが、私はすべて無視しました。離婚に関して私はすぐに弁護士を雇い、今後すべてのやり取りは弁護士を通すようにとだけ夫にメールを送りました。すぐに離婚も成立し、養育費も請求してきっちり支払ってもらい、元夫と元義姉の連絡先をブロックしました。息子も父親に愛情がないことを分かっていたのか、どこか我慢していた部分があったのだと思います。実家で暮らすようになって、毎日楽しそうにのびのびと暮らしています。パート先のスーパーは離婚と同時に辞めることになりましたが、私は離婚後、落ち着いてから店長のもとへ挨拶に行きました。今までのお礼と今回起きたこともすべて話しました。すると、店長から信じられない話を聞かされたのです。私がパートを辞めた数日後、元義姉はスーパーの商品を勝手に持ち帰ろうとしていたようで、それが従業員に見つかり、すぐにクビになったそうです。しかも、商品だけではなく、従業員の私物なども盗んでいたことが発覚したのでした。その後、元義姉も旦那さんから離婚を突きつけられ、親権は旦那さんが持つことになったそうです。元義姉は全てを失うこととなったのでしたが、自業自得でしかありません。私は仕事も探しつつ、今は実家で息子と一緒に平和な日々を送っています。